キム・ユジョンは韓国の女優、ソウル特別市出身、オーサム・エンと所属。子役時代から数々の人気作品で活躍し、国民の妹という代名詞を持つ。また、数多くの時代劇で高い評価を受けたことから、時代劇の妖精とも呼ばれている。姉と兄を持つ三人兄弟の末っ子である。姉のキム・ヨンジョンも2018年に女優デビューを果たしている。 人文系の高校に進学するが、演技活動との両立が難しくなり転校。2018年に転校先のカヤ芸術高等学校演技科卒業した。同じ子役出身で同世代の女優キムソヒョンやキムセロンとは共に3を子役に挙げられ高い注目を集めてきたが、二人とは昔から仲が良く励まし合い刺激を受けた間柄である。 本当に素敵で学ぶところの多い友達だと語っている。低所得層の児童を支援するために児童福祉機関、緑の笠子ども財団へ寄付を続けており、2020年、高額寄付社会の最年少加入者となった。2010年7月1日母親がインターネット上に載せた一歳児の写真がたまたま芸能関係者の目に留まりスカウトされる。2003年、 お菓子メーカーの CM に出演し4歳でデビュー。2004年、映画、DMZ 非武装地帯強くの38度線で、スクリーンデビューし、子役俳優としてのキャリアをスタートさせ、数々の映画やドラマに出演。2008年、ドラマ、一芝居では、相手役のよ、ジングと共に、SBS 演技大賞子役賞を受賞。その後も、同年、風の絵師、2009年に、 全徳女王など、時代劇ドラマのヒット作に立て続きに出演する。演技箱役としての転機となったのが、宮廷女官チャングムの誓いや、遺産で知られるイ・ビョンフン監督の時代劇、ドラマ、トニー。活発で、天真爛漫な主人公トニーの子供時代を演じた。演技を始めた頃は泣いてばかりで演技をすることもあまり、面白いと思っていなかったが、 厳しいことで知られるイ・ビョンフン監督からたくさんのことを学び、当時11歳にして演技に対する感覚を身につけていったという。トンイで MBC 演技対象子役賞を受賞し、同年、ドラマ、キュービコ恋愛と悲しみの母ではキュービギツネの娘よに役を演じ、KBS 演技対象青少年演技賞を受賞した。 2012年に最高視聴率46.1%を記録した時代劇ドラマ太陽を抱く月ではヒロインヨヌの子役時代を演じる一芝居の相手役よジングと再び相手役を演じたことでも注目されたが子役たちの演技が評判を呼ぶと一人の俳優として名前を覚えてもらうきっかけとなりドラマの大ヒットにも貢献した子役時代は 数々の人気ドラマで、女性主人公の子役時代を演じ、国民の妹と呼ばれるようになる。2016年、雲が描いた月上がりサイン会2014年11月、歴代最年少となる15歳で、音楽番組、SBS 人気歌謡の MC に抜擢。MC だけでなく、自身も、A ピンクのミスターチを歌いステージを披露するなど普段とは違う一面も、見せ、 2015年4月まで番組を進行を務めた。2015年、いじめや校内暴力を描いた MBC ドラマ、ラブリー・アランにアラン役で出演。重いテーマであることから、視聴率は伸び悩んだが、社会的なアプローチを与える。この作品では、母親役のキム・ヒソンといじめに立ち向かう母娘役を演じ、MBC 演技大賞でニュースター賞を受賞する。 2016年、主演を務めた、雲が描いた月上がりでは、パク・ボゴムと共にラブストーリーを繰り広げ、子役のイメージを捨て大人の女優としての魅力を開花。ドラマは最高視聴率25.3%の高視聴率を記録し、シンドロームを巻き起こした。KBS 演技大賞では、中編ドラマ女性優秀賞、ベストカップル賞に輝いた。 同年12月、映画、大好きだからでは、チャテヒョンと共に、コメディ演技に挑戦しおちゃめな姿を見せる。しかし、同映画の舞台挨拶中、ユジョンが爪を見たり片足に重心をかけて立つ姿が、インターネット上で批判され、所属事務所を通して、謝罪のコメントを発表。その数日後、映画 PR 活動など多忙なスケジュールの中で、 体調を崩したことも重なりストレス性ショックで入院。KBS 演技対象受賞式などは欠席するが、その後、健康状態が回復し2月に初めて台湾で行われたファンミーティングで復帰を果たした。2017年よりスポーツブランドフィラの専属モデルとなる。2018年からは化粧品メーカーアモーレパシフィックのモデルも務めている。 2018年2月18日、日本での初めてのファンミーティング、キムユー、ユングファーストファンミーティングイン東京2018を開催し、日本のファンとの交流を行った。同年2月26日、ドラマ、とにかく熱く掃除しろ、恋した、彼は潔癖王子の撮影中に体調に異変を感じ、甲状腺機能低下症と診断される。 治療に専念するため半年間休養し、9月に同ドラマの撮影を再開し、復帰を果たした。2020年、10年にわたり所属したサイダス、HQ を離れ、オーサム・エントに移籍する。同年、チチャン・ウクと主演を務めた、ドラマ、コンビニのセッピョルでは小悪魔な魅力を発揮した。2021年、風の絵師のちゃんという監督と13年ぶりにタッグを組む、ドラマ、 本町議で5年ぶりに時代劇に復帰する。ありがとうございます。